アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日はですね、ちょっと時間ができたのでゲリラ生配信ということでね、インスタライブやっていきたいと思います。はい、じゃあ早速、もう何回もやってるのに毎回ね迷う、どうやってやるんだっけ。こんにちはこんにちは。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしですか。こんにちは。ちょっと待ってくださいね、恒例のツイッターでつぶやいておきます。こんにちは皆さんいいゴールデンウィークをお過ごしでしょうか。ちょっと前髪がねやっぱり邪魔なんでちょっと止めますね。こんな感じで GH5 も撮れてますね。よし、こんにちは。あ、アイハーブの開封動画見てくださってたんですね、ありがとうございます。うん、すごい、新居テレビで YouTube。 そっか、私の顔見るときはちょっとこう 目を細めてなんて言うんだろう、セルフシャをかけた感じで見てくださると嬉しいですこんにちは。ね、なんか結構このゴールデンウィーク旅行行かれてる方以外になんかお引越しとかもう割とね、あのツイッターとか見てるといらっしゃるみたいなので、皆さん、ね、お疲れかと思うんですけども、どうですかね。さっきねちょっとアンケート取ってみたんですけど、本日暇な方が 53%、 お出かけされてる方が 31% で、 16% の方はお仕事ということだったので、お疲れ様です。あ、今日初めて見てくださってる方もいらっしゃいますね、ありがとうございますあ、キコのやつ見てくださってたんですね、ありがとうございます。あ、はじめましてお家で一人ゴールデンウィークあ、でも一人でゆっくりできるのもいいと思いますよ。私もねゴールデンウィークはもうずんやり家族と一緒に過ごしてて、やっぱね子供遊ばせたりとか割と外で過ごすことが多くて、なんだろう、自分のやりたいことをやる時間がほとんどなかったので、今日だけはちょっと半日ぐらい時間を欲しいなっていう感じで家族に言って今こうやって配信しています。あ、あとでゆっくり、はい、全然なんだろう、編集作業さえ終われば週末にあげる予定なので、カタログ見ていただけたらなと思います。お、風邪ひいてる、そっか、大変ですね、無理されずに、はい、どうぞご自愛ください。ずっとゴロゴロしてます、いいですねあ、こんにちはあ、みなみさんお部屋の模様替えすごいいいですね、一新ですね。さっきね、みなみさんが名前つけてコメントしてくださってたんですけど、インスタのアカウント結構皆さんね、こう長かったりとかされるので、読んでほしい、なんだろう、名前とかあれば、コメントの前に、まあ、わかりやすくね、カタカナとかひらがなとかで書いてくださってたら読もうと思いますので、はい、お名前とセットでね、コメントを読んでほしい方はぜひ、名前もセットで、コメントしていただけたらなと思います。よいしょ。いや、さっきねもうちょっと早くライブしようと思ったんですよ、その告知投稿してからね。で、いつも私ここにね MacBook を開くんですよね。なんか話に出てきた商品とかのこう名前とか分からなくなった時に検索できるから。で、 Mac 立ち上げてたんですけど、たまにねなんかこう Windows とはまた違ったこう固まり方をするというか、なんかねさっきもトラックパッド動くんだけど、なんて言うんでしょう、クリックが効かないみたいになってて、シャットダウンもできなくなってたんですよ。で、はどうしようと思ったけど、あ、Siri がいるじゃんと思って Siri にシャットダウンしてって強制終了してって言ったら、私にはできないんですって言われたから、 Siri 使えないなと思いながら、じゃあシャットダウンって言ったら、あんまり深く悩まなくても大丈夫ですよって、なんか意味不明にねなんか励まされましたで、イラってしながら iPhone でいろいろ調べて、なんとかね立ち上げ直すことができたんですけどもね、私の Siri 役に立った試しないんですけど、どういうことなんでしょうか、ね、一応なんか Siri の声が男の人バージョンだと気分上がるよって教えてもらって、男の人の声にしてるんですけど、全然役に立たないから、なんかこう気分上がるところが毎回なんかこう使えない部下がいるみたいにイライラする昨日のインスタに上げてたコスメ、私何上げてたっけ、あ、何上げてたっけ、ちょっと後で見返してみますね。こっちでインスタ見ればいいのか、投稿かな、あ、インスタに上げてたコスメ忘れるなよって話ですけどね、忘れちゃうんです。昨日の、あ、あれかな、インフィオレのスキンケアじゃなくて、あれかな、それともその前のジェフリースターのやつかな、またこのやつみたいなのがあったら、はい、コメントください。おお、あ、私はシリに無視されます、ダメですよね、なんか
せっかく機能としてついてるから働いてくれって感じなんですけど。あ、今から神戸大丸。うわー、わーすごい、娘さんが初任給で何か買ってあげろって、すごい、できた娘さんね。今までこうなんだろう、一生懸命こう育ててね、いったこうなんだろう、ご両親の思いが伝わってる感じがしますよね。いいですよね。なんか私もいつか娘にそういうの言ってもらえたら嬉しいな。なんかママ初任給でちょっと一緒にお出かけしようよとかね、ちょっと泣いちゃうかも。あ、お昼休みなんですね。お疲れ様です。そう、スックね、さっき引き取ってきたんですよ。だからちょっとみんなとね、開封しようかなと思って、はい、もう箱からは出しちゃったんですけど、これまたメイク動画あげます。ただ動画あげれるのがだいぶ先なので、今回は特に開封動画っていうのはあげないでようかなと思うので、今、はい、生配信で開けていきたいです。あ、生配信なんか、こちらこそありがとうございます。ちょっと待って、私歯に口紅ついてないよね、大丈夫だよね。なんかついてたら言ってくださいね。はい、パレットこれですね。デザイニングカラーアイズの125番で、こちらは、限定ですね。光惚れです。はい、こんなやつで、このね、なんかブラックがなんて言うんだろう、ちょっとね、変わったブラック、墨黒っぽいというか、なんかチャコールグレーみたいなんですよ。で、これを全体にこう重ねて使って、この他のね、蛍光色っぽいのを少しトーンダウンさせてやったりとかも使えるし、まあ普通に締め色としても使えるというやつで、なんかね、こうやって見るとこの色だけが濃くって、しかもなんかこうありがちなブラックだから、なんかこれじゃなくてもいいかなって最初は思ってたんですけど、割とねこの色が使えて、その締め色の使い方の幅が広いパレットっていうのが今までなかったから珍しいかなと思います。あ、まさこさん潮干狩りいいですね。うちもね、この前あの子供たちが潮干狩りに行って、大量のアサリを持って帰ってきてくれたので、もう家中のこうボールとかザルを使ってね、塩抜きじゃない、砂抜きしました。こんにちは。あ、ライブ見ながら靴の衣がいいですね。私靴磨いたりとかするの好きなんですよ。無心になれる。なんかレザーアイテム全部こう拭いて、あと靴拭くついでに、その革用のワックスとか皆さんあれば、お財布とかも普段使ってるやつ全部出して、中をね軽く拭いて、レザーこう綺麗に磨いて、ちょっと日干しじゃないですけど、直射日光ダメなんで一個ちょっとね置いてあげたりすると、普段ね使ってるものも綺麗にこうメンテナンスできるので、はい、靴とか、あとカバン、あと財布と、私だったらレザーのジャケットですね。この辺はセットでよく手入れしています。こんにちは、リンさん、こんにちは。お出かけ準備しながら拝聴させていただきます。ありがとうございます。うんうんうん、みなみさん、スミクロ以外でも使えそう。そうなんですよ。なんかこの締め色なしで思いっきりブリブリに使っても可愛いかなと思うんですよね。特にこの上2つは透明感がすごくあるので、なんか最近の若い子って言い出すとあれですけど、なんか若いね女性たちは、私みたいにあんまりこうなんて言うんだろう、目尻に向かって激しくグラデーションとかにするんじゃなくって、もう単色でまぶたをこうツヤツヤに仕上げてたりすることもあると思うので、例えばこっちメインで使って、上からもうこれ重ねて終わりとかでもいいんじゃないかなと思います。あ、明日福岡に行きます。いらっしゃいませ。楽しんでてくださいね。ちょっと昨日までお天気悪かったんですけど、今日福岡すごく天気いいんですよ。はい、なので昨日私お出かけしてたんですけど、日程逆にしとけばよかったなって思ってます。あ、こんにちは、トロントから見てます。だってすごい。トロント時差ありそうですね。今夜なのかな。こんにちは。へえ、バイオリンのライブですか、すごい。そう、福岡割とライブとかもね開催されるので、なんかライブハウス、ハウスっていうのかな、こう建物の中にしっかり入ってて、こう暗い感じのライブハウスもあるし、大きいアリーナのと会場もあるので、割とその全国なんだろう、主要都市しか回らないやつとかでも福岡来たりするんですよね。はい、なので皆さんね、推しのアーティストさんとかが福岡公演ある際はぜひ、まあ、日中はね天神とか博多で福岡遊んで、夜はライブみたいな感じで過ごしてみたらどうですかね。ちなみにヤフオクドームの近くには、あのでっかいヒルトンホテルとかありますので、宿泊場所も、まあ、嵐のライブとかあると結構もう埋まっちゃってどこも泊まれないんですけど、まあ、大抵、はい、ホテルとかは充実してるので、ぜひ来ていただけたらと思います。観光大使みたいなね。あ、福岡からトロントに来てます。すごい、夜9時。おー、すごい。時差ボケとかないですか。間に合った。こんにちは。令和おめでとうございます。本当、ね、なんだろう。
そう、今日なんでライブ配信したかっていうと、もちろん時間ができたっていうこともあったし、このスックのねパレットみんなに見せたいなっていうのもあったんですけど、まあね、1日遅れですが皆さん令和になりましたよ。で、私あのインスタの方で皆さんの令和のね目標っていうのをいろいろ送ってもらってたところだったんですけど、皆さん本当ねいい目標をこうシェアしていただいて、私もなんかそれ見ながら私も頑張ろうっていう風に思っているところなんですが、まあそういうなんだろう、みんなの目標とか、この令和にあんまり長く持ち越したくない悩みとかがあれば一緒に話していけたらなと思います。今回はねあんまり終わりの時間考えてないんですよ。家族にはあのお昼過ぎには戻るって言いながらもう昼完全に過ぎてるので、はい、なんか呼び出しがかかるまでしばらく話そうかなと思ってます。カルラさん、明日福岡行くので晴れてほしいです。多分晴れるんじゃないかな。ちょっと現地の天気シェアしておきますね。明日の天気、降水確率 10% の最高気温24度ということで、今日も結構暖かいんですけど、今日よりさらに1度ね最高気温高くなってます。晴れると思いますよ。お、昨日のインスタの写真可愛かった。 ありがとうございます。住んで2年目になります。へー、すごい、もう2年住まれてるんですね。ホームシックとかなかったですか？大丈夫ですか？あ、ねねさん、今度何縛り予定ですか？何縛りしましょうかね。とりあえず、まあ、スックやるときはいつもなんかこう新しいアイテム買うと、まあ、スックだったらスック縛りみたいにやってるんですが、混ぜ混ぜでやってもいいのかなとかいろいろ思ってます。できるだけそのベースとかもね、せっかくたくさんあるので毎回違うものを使って、久しぶりに使うものだったらね、前回の配信見てない人とかもいるかもしれないので、いろんなものを紹介していきたいと思ってるんですよね。はい、なのでちょっと次縛り決めてないんですけど、まあそうですね、何狙おうかな。クレードは去年からやるやるって言ってまだやってないのと、あとね、そう、ジバンシーがパリでいくつか買ってきたのでやってもいいかなと思ってるんですよね。ただ今回のなんかコレクションがなんだ、ペンシルのアイシャドウとかだったので、なんか縛りをするメインアイテムとしてはちょっとなんかこうインパクトが薄いのかなとかねいろいろ思ってるんですけど、なんかやるんだったらせっかくなのでね、いろんな人に見てもらいたいっていうのがあるので、はい。あ、仕事中なので後で見ます。だってお疲れ様ですおすすめの屋台ありますか？いや、屋台ってね割と時間遅いんですよ。遅いっていうと、まあ、7時とか8時なんですけど、なんかこうファミリー層だとなかなか行けなくって、私実はね福岡の屋台まともに行ったことないんですよね。ただ人気店とかは本当なんだろう、すごい行列というかいっぱい人がいるのでわかるとは思います。あのキャナルシティの周辺とかにも結構出ますね。まあ博多と中洲の間っていうか、まあ中洲寄りなのかな、あの辺とか、多分ね天神もちょこっと出てるんじゃないかなと思います。前大丸の近くでね屋台見たんですよね。あ、本食あります。だって日本食、あ、そっかそっか、日本食食べれないのはちょっとね、なんか答えますよね。あ、ゲラン縛り、そう、ゲランもね、もう本当に YouTube 始めた超初期ぐらいの時にアイシャドウパレットとリップ使ったのかな、チークもあったのかな、なんかちょろっとだけやったことあるんですけど、ベースからきっちりっていうのはやったことないので、そう、ゲランもなんかやるタイミングで、なんか出るタイミングでやりたいなと思ってるんですよ。で、今日一応ね、ちょっとゲランに寄ってきて、で、なんでかっていうと、あの DM 来た人いるかもしれないんですが、その化粧水のサンプルあげますよみたいな、まあ、サンプルもらってきただけなんですけどね。で、まあ、ついでに5月発売のテスターを見ていってねっていうことだと思うんですが、で、それでテラコッタのね、LINE が、今まで日本ってあんまりそのテラコッタシリーズって発売してなかったイメージなんですけど、店舗限定で今回はこんなね、なんか木目調のすごいかっこいいね、テラコッタのパウダーと、あとこういう、何て言うのかな、カンカンっていうのかな、カンの筆箱っぽいのにテラコッタって書いてるハイライトと、もうシェーディングとかのセットのパレットみたいなのが出てたんですよ。で、出てたのかな、あれは。なんか発売日それのことについてあんまり言ってくれなかったんですけど、なんかそれが岩田は取り扱いがあったので、それをちらっと見てきました。はい、あ、髪色ですか？髪色ほんとよく聞かれるんですけど、ごめんなさいね、いつも聞いてる人だったらまたこの話になるかもしれないんですが、ピンクってオーダーしちゃうとピンク色ってね色素的に抜けやすいんですよ。で、入れた瞬間が一番綺麗で、そこからどんどん黄色く抜けてっちゃうので、ちょっと赤寄りに入れて抜けていく過程でピンクを楽しんだ方がいいんじゃないかって提案してもらったんですよね。なので理想的なピンクはもうちょっとなんていうのかな、それこそ韓国の子たちみたいな可愛いこうミルクっぽいピンクがあれなんですけど、
ちょっともうちょっと赤寄りに入れてもらって抜けかけて、でだいぶ抜けて黄色くなってきたとこに、カラーバターのベイビーピンクっていう色を入れるとこんな感じになります。でもあのブリーチはしてるので多分黒髪に入れるともうちょっと暗いと思います。そうそうそう、南さん、キコの動画見たんですが真夏のちょっと焼けた感じになっちゃう。そうそう、なんかねあのベース使うとね私こう日焼けしたっぽく見えるんですよね。そのなんだろう、色が黒くなったっていうよりはこう焼けてちょっと気ぐすみしたような、割と海外のファンデーション使うと私それあるんですよね。なので色選びって難しい、なと思います。結構海外のファンデーションってそのアンダートーンで選ぶやつあるじゃないですか。なんかこう単純にゼロ何番とかだけじゃなくて、なんかウォームトーン、アンダートーンがなんかそのゴールデンピーチとかニュートラルとかブルーなんとかみたいな、なんかああいう種類が多いやつってそのサムネ見てだいたいこの辺かなって思って選ぶと外しますすごい外すんですよね。あ、そうそうそう、ツイッターでスックな気風が可愛いと聞きましたが本当ですかどうだろう、見てないから本当ですとは言い切れないんですけど、今日 BA さんがおっしゃってました。まだそのネットとかには情報出てないけど、なんだろう、そのスタッフさんたちの間では情報がもう多分公開されてるみたいで、秋冬がすごく可愛いので期待しててくださいって言われてたので、はい、楽しみにしてます。早く見たいですよね。なんか海外とかのインスタですぐ上がりそうな気はしますけどね。あ、久々に生配信参加してます、ありがとうございます。あ、初めての方もいらっしゃいますね、ありがとうございます。もしコメントお名前付きで読み上げた方がいい方いらっしゃったら、ぜひコメントの前にお名前、まあ、ニックネームでいいので付けていただけると一緒に読みます。なんかね、アカウント名が多分皆さん特にニックネームで設定されているっていう方ばっかりじゃないと思うので、はい、お願いします。ポーラの顔エステ、私ねポーラ意外とエステ経験ないんですよね。でもなんかあれ受けると結構皆さんねがっつりこうなんだろう、本当にこう良さを体感してスキンケアをポーラに切り替えてるイメージがあるので、逆になんだろう、ちょっとこうポーラ好きなんですけどそこまでハマっちゃうといろいろ試せなくなるっていうのがあって使った行ったことないのかもなんか基本的にやっぱりいろいろ使っていろいろ紹介するっていうスタンスでいたいので、まあ気に入るとねずっとリピートしてるものとかももちろんあるんですけど、そんな感じでいろ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 使いたい派です飲んでるサプリメントとかありますか？あのオルビスのディフェンセラ、あのこの前出た特保のこういう粉末のスティック状のやつですね、あれ飲んでます。あれとあのアイハブのリプライセル、この前ちょっとあの発売中止というか日本配送 NG になっちゃって、なんか代替品みたいなのが結構ランキングに出てきてるんですけど、それにね、リプライセルのストックがなくなったら切り替える予定なんですが、それははいずっと飲んでます。今月母が誕生日なんですけどプレゼントどうしようか迷っています。メゾンクリスチャンディオールのトワレでおすすめありますか？ハルルさん、ハルルさんありがとうございます。メゾンクリスチャンディオール、そうですね、なんかお母様のその好みにやっぱりよると思うんですよね。メゾンクリスチャンディオールかなりこう重いのからほんとこう軽い香り、透明感のあるような香りとかまであるので、どうなの、サプライズであげたいのかな。もしなんかその香り物プレゼントしたい方で一緒に行けるんであれば、例えばフレグランスコンサルテーションとかを、ね、お母様例えば知らなかったりすると一緒に行って受けて、で受けてはこの香りいいな、じゃあこれ検討しようかなってなった時に、実はこれ誕生日プレゼントなんだよみたいな感じでプレゼントするのも素敵かなと思います。ベニューメコさん、仕事サボりながら見てます、もう落ちるけど、お疲れ様ですクッションファンデーション塗った日のお直しはどのようにされてますか？結構ねやっぱこの時期暑くなってきたので皆さんにその化粧直しについて聞かれるんですけど、私は基本的にこれ今ねこれはテカってるというよりはハイライターなんですけど、ちょっと今ティッシュ取りました。まず直すとしたらこうやって一回おでこね、おでことあと鼻の横、なんかフェイスラインとか多分そんな崩れてないので直したい部分だけこうやって皮脂とかそのちょっとよれちゃったお粉とかをね抑えるんですよね。で抑えると多分この辺とか、例えば笑いじわ入る人だったらこの辺と、あとほうれい線とかにそのなんていうのかな、ちょっと溝みたいになってそのファンデーションがその周囲によれたりするじゃないですか。でそこをちょっと今ブラシ取りますね。ちょっと待って、例えばちょっと今適切なというか使いやすいブラシが手元にないんですけど、例えばこれ普通の何もついてないブレンディングブラシだったとしたら、こういうのでその溝の周辺をこんな感じでなぞるんですよ。だからそのなんていうのかな、よれたから何か重ねるんじゃなくって皮脂を取ってそのよれちゃった部分を修正する感じですね。でこれやった後にお粉を本当になんていうのかな、もう
パフでもう一回取るんじゃなくて残ってた分押さえるイメージで上から優しく押さえる。ですると大抵治ります。はい、なんかそのアイシャドウの色ががっつり落ちちゃったとかチーク飛んじゃったとかってなるともうつけ直した方がいいと思うんですけど、多分今のそのクッションファンデっておっしゃってるのはそのしっとりしてて、なんていうのかな、潤うけどその分肌に密着力がないファンデとかあるじゃないですか、そういうやつのことだと思うので、なんかそういうベースに関しては今みたいな直し方で十分かなと思います。でそれでもしその例えばこのよれやすいとこにシミとかアラがあってカバーしたいっていうんであれば、私だったらシューの、 あのスティックっていうか、あの鉛筆状になったコンシーラーあるんですけど、あれとかをポーチに入れておいてちょちょんっていう感じで直しますね。でその上からお粉と押さえるぐらいでいいんじゃないかなと思います。やっぱりいっぱい重ねちゃうと乾燥してまたそこのシワが目立ってくるので、なんかお直しね割と質問いただくから今度動画にしてみようかなと思います。なんかいい感じの質問ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっとねいっぱいあのコメント流れちゃったんで若干戻りますね。そうそうリプライセルのこと書いてくださってる方いるんですけど、結構ねアイハーブ以外のところで取り扱いてあるんですよ。なんか日本正規代理店みたいなところが、だからそのアイハーブにこだわらない方でどちらかというとあのリプライセルっていう商品にこだわりたい人は他のサイトを調べたら全然出てくるのでそっちで買うことはできます。はるるさんサプライズでプレゼント考えてるんですね。なるほど、そっか。香りはでもねやっぱ最初に若干どういうのが好きかとかはあのリサーチしといた方がいいかもしれないですね。あと多分メゾンクリスチャンディオールのフレグランスって買うとちっちゃいサイズのとかくれるんですよ。なのでそれでなんかこうレイヤードできる香りをもらうか、もしくは全然違う系統のもらって2パターン楽しめるようにしてもいいんじゃないかなと思うんですけど、どうだろう、香り物のねアイテムのおすすめ結構聞かれるんですけど、割となんていうのかな、どういうのが好きとかっていうのがないとあんまりねちょっとおすすめができないので、すいませんちょっといい答えができなくて申し訳ないんですけど、はい、もしよかったら例えばそのお母様が他のブランドでもいいので、例えばゲランのミツコが好きとか情報があると、そのメゾンクリスチャンディオールに買いに行った時にこういうのをつけてる人っていうのを言えば、多分それ好きな人のなんていうのかなにおすすめの香りとかを選んでくれると思うので、そういうのから選んでみるといいかもしれないですね。今から仕事お疲れ様です。休憩終わったんですね、頑張ってきてください。ここからも鼻をかみすぎて鼻の下がの皮がめくれちゃってます。あー私はねなんだろう、ワセリンみたいなの塗ってマスクしてましたね。そういう時はやっぱりもうなコンシーラーとかファンデーションとかそういうもので物理的にカバーしようとすると絶対汚くなるので、そういう時はもうここのゾーンはメイクもう諦めて、それ保湿する薬みたいなのを塗ってやり過ごしましたね。でそれで数日間やり過ごしても治した後にメイクをしてしまった方があの早く治って逆にいいと思います。あんまりこうだましだまし化粧をしながらやってると荒れてるとこって本当治らないので、一回ガツンと感知させちゃった方がいいんじゃないかなと思います。あ、お直し、あ、分かりやすかったですか、よかったあ、ブラウンのサマーニットに似合うリップなんだろう、結構軽い感じのサマーニットなのかな、そのカジュアルなちょっとざっくりした感じじゃなくって、なんか今季のそのシャネルのサマーみたいに本当になんかこう繊細なピタッとするもなんだろう、ちょっとこうタイトなシルエットの綺麗めのあれなんですかね。でもどうかな、なんか普通にこうアースカラーで統一するっていうのもないけど、なんかベージュのニットだったらブラウン系とか合わせてもいいかなと思うんですよね。それとか例えば質感変えてリネンのニットでちょっとそのツヤ感がないから、唇をあえてちょっとツヤっぽいのにするとか、もしくはもうマットマットで揃えちゃうとか、質感で遊んでやってもいいと思うんですけど、濃いブラウンなのかな、なんか濃いブラウンだったらなんか夏でもちょっと透明感のある赤リップとか合わせたらすごいかっこいいと思うんですよね。ブラウンを綺麗からすあんまりアドバイスできないごめんなさい。でもそうだな、でもブラウンに赤で結構あの顔が例えばしっかりした人だったら顔も濃くって例えば赤茶とか濃いブラウンでリップも赤だったら結構強くなっちゃうので、そういう時にあえて普段だったらつけない可愛いピンクとかでバランス取ってやるのも可愛いかも。うん、想像するとちょっと可愛いですね。なんか服とメイク合わすのっていいですよね。あー、スミレか。私あんまりこうバイオレット系の香水って使わないんですよね。ただ結構パウダリーで古風な香りとかも多いと思うんですよね。だからゲランのアンソレンスっていうのがあるんですよ。今もあるかな、ちょっとね変わったあれなんですよね。そうかな、
分ゲランのアンソレンスはスミレっぽい香りだったと思うんですよね。ちょっと今画像で検索したからあれなんですけど、どれか大きい画像で出るやつないかな。こういうボトルのやつなんですよね。こういうボトルのなんていうのかな、下が丸くてちょっとねこうガタガタするというかお椀みたいな形なんですよ。でこれのね多分色がいろいろあって、パープルのやつと薄いピンクのがあるんですよね。で薄いピンクとパープルが多分オードトワレ、オードパルファンみたいな感じなんですけど、マイアンソレンスってなっちゃうともっとねバニラ系で全然違う香りなんですよ。だから間違わずにマイアンソレンスじゃなくてアンソレンスの方を嗅いだらスミレの香りだと思います。エルメスの香りはね持ってはないんですけど、あの行くたびに嗅ぐのはやっぱあの庭シリーズですね。そうそう、リプライセル他で購入できます。あ、ミスディオール買いました。あ、ミスディオールはもう今からバッチリいいあれですよ、時期ですよ、合うと思います。あ、こんにちは、ゲリラ配信嬉しいです、ありがとうございます。みなみさん、そうそう、人によってね匂いの好みはほんと違いますもんね。昼休み終わりですまた夜に見ます、ありがとうございます、お疲れ様です。カバー高めのクッションファンデでおすすめありますか。スーネイさん、はい、カバー力高めのクッションファンデはベタですけど、私はやっぱキルカバーですかね、あのクリオのを使ってます。あれはもう乗せたとこもがっつりっていう感じなんですが、国内だったらサンモーランも新しく出たのかな。ちょっとクッションファンデのね、最新な感じのまだ全然終えてないんですよね。ただ韓国のクッションファンデは本当になんかすっごく進化しているっていう噂を聞いたので、前みたいにというか今までみたいにこうクッションファンデに対してある概念っていうのかな、さっきも言ってたんですけど、そのしっとり仕上がるこうみずみずしいけど代わりになんか持ちが悪いというか、そういう感じではなくなってきてるらしくて、質感もほんとツヤからマットまでいろいろあるので、ちょっと前とかよりは本当に選ぶとね種類はすごく豊富だと思います。で個人的に今すごく試したいのはクリオのクッションファンデの中で、しかもそのなんていうのかな、クッションに入ってる部分の液体がファンデーションじゃなくてコンシーラーっていうのがあるらしいんですよ。それをね私は試したいなと思ってます。それがなんかなんて言うんだろう、そのコンシーラーがもうコンシーラーをだってこうつけるってわけですからね。だからカバー力の面ではねダントツなんじゃないかなと思ってます。私が持ってるのは普通のクリオのすごい有名なキルカバークッションファンデなんですけど、あれでも相当カバー力はあると思います。友達のプレゼントでディオールのジョイあげました。ジョイも本当ミスディオールもですけど、これからの季節にいい香りだと思います。明日はユニバ恐ろしいです、混雑具合かなすごい、頑張って行ってきてください。よかったらねルパンのレストランとかルパンライドとかありますので乗ってきてください仕事中なのでチラ見で失礼します。はい、全然いいですよ、長時間ある間だけ遊んでいってください。ごめんなさいね、今ちょっとコメントをずらーっと読んでてるので。あ、ジェフリースターのコンシーラーですね。私も注文しましたが売り切れ色ばかりで残っている色を買ってみた感じでした。もう売り切れてるんですね。私何でしたっけ、ビューティーリッシュなんだったっけほらね横文字に弱いんですよ。サイト見たらわかるんですけど、あんまり声に出して言うことがないから、正しい読み方は何だったかなっていつもなるんですよね。ビューティーリッシュかな、そこで買ったんですけど、これですね、まだちょっとレビューできてなくて、今ゴールデンウィーク中なのでねがっつり使ってるんですが、私が買ったのがあれですね、ここのクマカバーする用のピーチアプリコットみたいなやつと C の12番、あ、ピーチだってますね、ピーチと C の12、13っていうやつ買って、これ空箱だけで、今コンシーラー実物は家に置いてるんですけど、今日これ使ってるんですよ。で C12 が明るくて13の方が暗いんですけど、なんかねサムネで見た感じ14まで行くとちょっと濃かったからこの2本にしたんですが、結構12も明るかったので12をこの辺のほらハイライトみたいな感じで入れて、13をここのカバーで使ってます。でここはピーチなんですけど、順番としては C13 であざをカバーした後にピーチをここに塗って、でここが暗くなるじゃないですか。でクマだけしっかりピーチでカバーした後に光で飛ばす感じで、C の12をここにもうほんとちょんちょんってチップで乗せて広げるぐらいにして使ってます。なので
私より肌明るい人もいっぱいいると思うので、そういう方だったらもう C の12くらいを普通にアラカバーで使ったらいいんじゃないかなと思うんですが、ちょっと明るいとやっぱりそのアラをきっちり濃いそういう赤とか青とかっていうのをカバーするのには薄すぎるので、ワントーンかツートーンぐらいちょっと暗いのでカバーした上からそこだけ暗くなりすぎるんだったら明るいのを重ねるようにするといいと思います。でもカバー力に関してはすごくいいと思います。これはね、また連休明けに動画にするので見ていただきたいんですが、一緒に買ったお粉もいい感じです。ちょっとね甘い香りするんですよね、そのお粉が。ルースパウダーなんですけど、なんか綿麺みたいな香りするんですよね。皆さんそうでした？ね、庭シリーズぜひトライしてみてください。多分エルメス入ると私がいつもああいい香りと思って、これ何今この漂わしてるんですかというか、店内で香ってるのは何の香りですかって聞くと、大抵その庭シリーズの今日これですみたいな感じで言ってくれるので、まあ比較的その、どこの店舗でも取り扱ってるし受けがいい香りなのかなっていう気がするんですが、もう嗅ぐとやっぱエルメスの香りなので、かなりこの高級な気分にはなれます。はい、アナスイ買いました。アナスイ可愛いですよね。あれかな、コスメかな、香水かな。最近岩田屋もアナスイ入って、ちょっとポール&ジョーとかと並んでてすごい可愛いんですけど、アナスイね、パッケージも可愛いですよね。あ、トム・フォードの香水は私ねまだ買ってないんですよ。今やっとね福岡にもカウンターが来てくれて、行くたびにちょっとずつ香りを試しているところなので、まだ特にこれがいいなと思ったりとか、買ったりとかはしてないんですけど、また良さそうなの見つけたらシェアさせていただきます。はい、夏はアクアレゴリアのシリーズや、あ、ちょっと腐っちゃった、ナンバーファイブのローが好きです。あ、そうですね、ナンバーファイブもローだと今の時期使いやすいですし、アクアアレゴリアは本当これからもう夏に向けてぴったりだと思います。今日のリップはですね、なんか久しぶりにこれすっごい使いたくなって、 3CE のピンクブレイクってやつですね。これね、この前ディズニーストア行ったらディズニーコラボになってて、ちょっと 3CE の店舗で売ってるのかわかんないんですけど、ディズニーストアでは今 3CE とのコラボで、この既存色でパッケージがミッキー、ミニーちゃん、あとデイジーとかになってて、これもね、あったんですよ。で、わ、可愛いと思ったけど、この色名見て持ってるやつじゃんと思って買わなかったんですが、これね、よいしょ。こんな感じの色ですね。こういう感じ。結構しっかり持ってくれる色なんですけど、この前ね、コメントで視聴者さんがペリペラのなんかこういうベージュっぽい感じの、そういうスティックタイプだったと思うんですけど、ティントリップかな、ティントじゃないかもしれないな、リップ買ったって言われてて、わ、どんな色だろうと思って検索したらすごい可愛かったから、なんか久しぶりにこう韓国コスメにありがちというか、こういうちょっとくすんだローズピンクベージュ系の色のリップを使いたくなったので今日はこれ使ってます。その代わりちょっと引き算で目元は薄めというか、マックのプロロングウェアペイントポットかのグラウンドワーク一色しかつけてないです。アンソレンス、そうそう、アンソレンスですチェックしてみてください。多分ね、ゲランは割とそういうパウダリーな香り、私が持ってないやつでもいくつかあると思うので、いろいろ嗅がせてもらうといいと思います。あ、持ってますか、これいい色ですよね、使いやすい。あ、みなみさん、クッションコンシーラー、クッションコンシーラー、ありがとうございます。ディオールの夏のコスメ、あ、夏コスメのアイシャドウが気になってます。あー、そうだ、私パンフレット、今ちょうど、そう、ディオールもね、ギフトあるよって、DM が来てたので、いただきに行ってたんですよね。で、これですよね。そう、私ね、ちょっと今、その全色ツヤっていうパレットにあんまり惹かれなくてチェックしてないんですけど、どうだろう、触ってないけど、うわー、でも私使うのだったら、このちょっとピンクっぽい方、こっちかなと思います。このオレンジの方も可愛いけど、どうかな、オレンジ似合わないしなとか、ゴールドもちょっと黄身寄りなのかなとか思って、こっちだったら、ちょっとね、触ってないから本当、あれなんです。私の予想でしかないんですけど、ね、なんか、ここメインでもここメインでももちろんいけるけど、なんかここメインとかにするともう一個のパレットみたいな色味でも使えるんじゃないかなって今ふと思ったんですよね。ちょっと黄色っぽく仕上げるというか、なんか、なんて言うんだろう、日に焼けた砂っぽい、サンドっぽい、なんか感じで使えるんじゃないかなと思って、ここのハイライトカラーとここだけとか、でもいけそうな気がするんですよね。というか、こう3個って、だってこうですよね。こう、こう、
4のパターンで使えるっていうパレットだったと思うので、うん、なんとなくこの色味がいろいろ入っているこっちの方が使えるんじゃないかなってパンフレットしか見てない私は思いました。はい、そうなんです。私なんかディオールのサマーって割とスルーしがちなんですよね。なんか春夏って結構スルーしてる気がします。ジャドールのロールタイプのトワレ、あれ多分すごい人気出ると思います。私はジャドール甘いのであんまりつけないんですけど、ああいうこう夏にちょっともわっとしそうな香りの方が、そういうロールタイプとか自分のほんと周りだけで楽しむっていうのにはいいんじゃないかと思います。なんかトワレみたいにやっぱ拡散しちゃうと、なんか湿度高い日とかだとちょっと暑苦しく感じるかもしれないので、そういう意味ではジャドールなんか今からの季節ロールタイプっていうのはいいんじゃないかなって思います。あ、クッションファンデ、そうなんかね、クッションファンデ、そうなんですよ。なんかこのリップの話じゃないですけどね、ちょっとこうパリにずっと意識いってたのがちょっとこう現実に引き戻されて、なんか韓国コスメも可愛いなとか思ってたら、クッションファンデもねいろいろ出てるって聞いたので、なんか進化した版とか欲しいなと思ってます。RMK の口紅って試されましたか？ RMK はね全然ちょっとチェックしてないんですよね。なんか色のなんだろう、色出しがねあんまりなんだろう自分に合うのがないんですよね。ローラメルシエね、そうチャイのチークはねないどこもない幻みたいな。でも私ローズっていうピンクカラーも視聴者さんからいただいてて、今日はねローズ使ってるんですよ。でローズもそんなになんていうのかな、こう青みピンクみたいな、こういわゆるローズカラーって感じじゃなくって、割と馴染みいいのでローズもおすすめです。スーネーさん、あ、近場で韓国コスメ買えるとかないんです。そうそう、私今日ね全く同じこと思ってて、多分これつけたから思ったのかな。その韓国コスメをねちょっと見たいなとか思ったけど、よく考えたらなんか韓国コスメってネットでは買うけど店舗で買うことほとんどないなと思って、でまあエチュードハウスとかだったら店舗あったりするんですけど、例えばなんだろう、ペリペラとかクリオとかなんかそういうのって店舗ないですよね。東京行ったらあるのかな。そういうなんかこう実際に触れるところがないから、そういうのあったらもっと売れるのになと思って、日本でこれだけ韓国コスメ普及してるのになんでそういう店舗があんまりないんだろうとかってね朝考えてました一人ではい、ジェフリーのコンシーラーカバー力はいかがですか？結構あると思います。私は満足してます。なんか他に買うものがあればもう一個くらい C の14とか買ってみたいなと思って、なんかそれだったら多分あざのとこも上からパウダーファンで重ねなくてもカバーできるんじゃないかなと思ってます。でなんかね、なんだろう、こういうってすいません、今箱しかないからこういうって見せるのができないんですけど、リキッドの実はねコスメ収納ちょっとね改善したんですよ。今度動画であげるので見てください。で褒めてください、頑張ったから例えばこのナーズのやつみたいにこういうリキッドのテクスチャーあるじゃないですか。こういうコンシーラーって何回こういうって言ってんだって感じですけど、塗った後にちょっとツヤっぽくなるやつないですか。なんかこう変に保湿力あるっていうか、なんかああいうのって塗ったとこがちょっとテカテカして浮いちゃうからあれなんですけど、なんかジェフリースターのすごいねその辺がなんていうのかな、伸びもいいししっとりしてるんですよ。テクスチャーも緩くて、でも変になんかそのペカペカペカツヤツヤしないっていうか、きっちりこう肌に密着してくれる感があるんですよね。そこがねなんか良かったです。私コンシーラーは本当みんな思ってる以上にカバー力を求めてるから、これすごいカバー力ありますよとか、商品でこれはもう赤みカバーがすごいって書いてるのを試しては割となんか全然思ったほどじゃなかったなっていうことが多いんですが、ジェフリースターに関してはかなり気に入ってます。オレンジ強めですか？スックの限定シャドウはオレンジ強めですか？どうだろう、オレンジっていうよりこの蛍光ピンク、こっちですね。もう触っちゃうけど、これメインです。こんな感じ、もうがっつり蛍光ピンクって感じで、オレンジはちょっとサーモンピンク、サーモンピンクっていうのかな、なんていうんだろう、ピーチっぽいのかな。これ今指でがっつりしたのでかなりこうなんていうかな、魚の皮的なツヤツヤ具合ですけど、普通にブラシでのせたらそんなことないですよ。ちょっとね今指がちょっと待って、指が汚いからダメですね。ちょっとこれね、これ常備してるのでこれでオフします。なんて言ったらいいのかな、もうどちらかといえばやっぱピンクをしてるパレットだと思うんですよね。オレンジかな。でもオレンジのパレットが欲しいと思ってこれ買っちゃうと多分オレンジじゃないなってなると思います。どちらかというともうこの蛍光ピンクで遊びたいっていう時に
こっちを一緒に使うっていう感じで、まあ、これもねもちろんメインカラーとしては使えるんですけど、これこのカラーよりはこっちの方はやっぱ他にはないカラーかなと思います。愛花さんくらいの髪の長さなんですけど、広がらないようにするには、あ、私もめっちゃ広がりますよ。朝起きた時とかは特に私ブリーチしてるので、もう本当になんていうのかな、イエーってバーみたいになってるんですけど、あのエノドットのオイル、あれを手に取ってこの内側からこんな感じでなじませて、ちょっと手のひらに溜まってたオイルが取れた頃に表面になじませて、最後前髪とここら辺にピッピーみたいな感じでこれぐらいにはなります。でもオイルをもう朝晩つけてますね。お風呂上がりのドライヤーの前にもオイルつけてからドライヤーして、朝のヘアセットの時にもつけてっていう感じにしています。アイシャドウちょっとどうだろう、ちゃんと見せたいんだけど、さっきのオレンジなんですが、指でつけるとこっちなんですよ。でブラシでつけるとこうなんですよ。よくわかんないなこうやってね、なんだろう、直接見ると結構こっちがこうシアーな感じなんですよ。こっちの方がもっと面でペカペカしてる感じなので、使うツールによって調整はできます。ピンク、可愛いピンクが使いたい人におすすめな色かなと思います。で私がね、多分これ前の予約したよっていう動画でも言ったし、今度メイク動画でも同じこと私言ったと思うんですが、この色多分ね涙袋に使いたいっていう人多いと思う。特になんだろう、20代の方とか、これチップとかでこういつもこう涙袋作ってる人はこの色いいと思います。ピンク味があるので、その白っぽくここだけ浮いてしまうこともないし、このキラキラ感が本当夏っぽくて可愛いので、これはねちょっと私、まあ、さっき引き取ってきたので明日から練習して、はい、こうして、あの大人でも使える感じの涙袋メイクをこれでね研究しようかなと思ってます。あ、愛花さん大好きですって、ありがとうございます。ジェフリーのコンシーラー気になってます。いいと思いますよ。面白いし、確かそんなにこれ高くなかったと思うんですよね。なんかジェフリースターのコスメとか言ったらすっごい高そうな気がするんですけど、多分コンシーラーもそう22ドルとかなので、普通にデパコス買うのと同じくらいですね。うわ本当だ、結構売れてますね。 C のなんだろう、 C の4が売れてる、 C の違うな、 C の14、13、あ、私が持ってる13売れてますね。なんだろう、私が12がちょっと明るかったって言ったから13と14売り切れたのかなって自分のせいにしてるみたいな。でもこれはまた多分入りますよね。多分ね、この10どうだろうかな、多分15まですると皆さん暗いと思います。ちなみに私はスックのファンデーションが一番の明るい101番で、夏になるとディオールだと標準色の002番とかを使うぐらいの肌色なので、標準、ごく標準よりちょい明るいくらいだと思うんですが、ジェフリーのコンシーラーでいうと C の12だとちょっと明るすぎる感じ。アラをしっかりカバーしたいんだったら C13、 もしくはその色が濃いんであれば C14 ぐらいをおすすめしたい肌色なので、私より全然もっと肌白い方だったら C12 とか、もしかするともう一個明るいくらいでもいけるのかもしれないんですけど、でも最悪明るすぎた場合は本当ハイライトとして使えるのでいいと思います。でピーチは多分売り切れるだろうなと思ったら本当売り切れてますね。でピーチは、まあ、普通のコンシーラーと同じテクスチャーなのでやっぱ緩いので、もうここにだけ使うんであれば本当少量でいいので減らないと思います。だからもし目の下のクマとかであんまりカバーしきれないっていう人だったら、もうちょっとこう練りタイプの方が本当カバーしやすいと思うので、なんかなんていうのかな、こう しっかり密着してるくれるから、だからピーチ売り切れちゃってるけどこういう色のコンシーラー欲しかったのになっていう人は、例えばケサランパサランのアンダーアイブライトナーみたいにこうパレットタイプのやつとかの方がクマカバーはしやすいかもしれない。ブラシ使わなくても指でこうできるので、ジェフリーのコンシーラーに関して私ちゃんとブラシでやっぱなじませてるんですよね。もしかするとその指で広げちゃうと伸びがいい分どんどん広がって、もう例えばもう目の下ものすごいオレンジになるとかっていうこともなきにしもあらずなので、はい、使い方としてはそんな感じですかね。ブラシで少量を丁寧に伸ばしてあげた方がいいかなと思います。ヘアピンかわいい、ありがとうございます。これですか？これね、多分セリアかダイソーのやつです。なんかこうするのに便利だなと思って買ったんですよ。どうですかね白、あ、これですか？後ろのディスプレイ用の白い棚、これはイケアです。で、なんだろう、ここ背面とここをこうなんだろうね、多分ね忘れたんですけどネジで止めたら、上のとこでこう L 字の金具で壁に完全にくっつけるやつなんですよね。でくっつけないと結構長さがあるので
ちょっと多分歪むというか垂直に立てらないと思うので、必ず固定できる環境で使ってあげた方がいいと思います。この形のね棚ってなかなかなくって、私もここを借りるときに家具いろいろ探したんですけど、これに関しては理想的なのはこの IKEA のこれしか見つからなかったですね。庭シリーズ、そうそう、新しい香水出ましたよね。私まだ嗅いでないんですよね、チェックしないと。おー、アナスイの限定で出る人形のパッケージのやつ激カワです。見てみますね。あって、こんにちは、令和初ですね。そうです、今日令和初生配信なんですよ。皆さんなんか目標とか立てられました？結構インスタでねいっぱいコメントくださってて、これからねちょっとずつ変身していこうかなと思ってるんですけど、あ、ジェフリーのコンシーラー近いお色をオーダーされたんですね。届くの楽しみですね。またぜひ感想聞かせてください。ホワイトショットのね新しいシリーズはサンプルがちょうどねDM で届いたので、それ使ってみようと思ってます。で、今年というか、まあ今の時期はちょっとエトボスの、美白の美容液をどうしてもね美容雑誌見た時から使いたかったので、それを買ってるんですね。で、それを早く使いたいんですけど、実は今その前にあれなんだろう、ソフィーナかな、なんかの美白美容液って液使ってて、結構容量多いんですよ。 50ml ぐらい入ってて、もう使い切ると思ってからが割と長くて、それがなくならないので、それ使い切ってエトボスの 50ml 使い切ってから試そうかなと思ってます。サンプルはね先に使いますけどね。やっぱこう美白美容液はどんどん年々進化してるので、できるだけそのリニューアルしたやつをね使っていきたいんですよね。初参戦ありがとうございます。アナスイもともと好きなんですが、香水初めて買いました。そうなんですね。なんかでもアナスイの香水って結構香水のそのなんていうのかなメーカーみたいな、メーカー図鑑みたいなのとかにも載ってたりするんですよね。私嗅いだことなくて、ボトルも可愛いですよね。今年の美白ケアは何を使いますか？スキンケアですかね。スキンケアはさっきも言ったようにエトボスの美白美容液を使うんですけど、基本的に私夏でも美白のライン使いはしないんですよね。もうスポットでそういう美容液を入れて、まあ、たまになんかこう例えば過去に使ったのだったらシャネルのルブランのクリームとかっていう感じで、こう美容液とクリームみたいに入れたりはするんですけど、基本的には保湿とかエイジングのラインに美白アイテムを入れるみたいな感じなんですが、まあ、それだと私年中美白美容液って使ってるので普段とあんまり変わらないんですが、あとはやっぱシートマスクとかをちょっとこうっていうのかな、トラネキサムサみたいな、ちょっと若干なんか夏に良さそうなものにシフトしてみたりとか、あと、まあ、日焼け止めとかもいっぱい塗ったりするので、夏の方ができるだけその帰宅後のメイクオフっていうのはもうすぐやって、お肌も焼けてたらいけないから、この落ち着かせるためにシートマスク使ったりっていうことはしてます。なので割と冬の保湿もしっかりするんですが、夏のそういう日焼け対策というか、その焼けた肌をちょっと落ち着かせるっていうのはしっかりめにやりますね。乗り遅れました、大丈夫ですよ。なんかねダラダラと今日は喋ってます。割と長いこと配信してますね。これもしかしたらその時間が来たらインスタバスンって一回落ちちゃうかもしれないんですけど、話の途中で終わっちゃった場合は続けてやるので、また待機してくれてたらと思います。シャネルのカプセル入りのリキッドハンデはカバー力ありますか？これはねカバー力はないと思った方がいいです。もうむしろそういうそばかすとかそういうアラを全然カバーせずに、なんかこうありのままみたいなちょっと違うかもしれないけど、そういうのをあえてカバーしないっていうコンセプトのファンデーションなので、例えばなんか一箇所どうしてもシミがあってそこだけカバーしたいとかっていうのであれば、コンシーラー併用するとかした方がいいです。あれはもう本当に、まあ、単純にちゃんとファンデーションはしてますよと。でもそんなにアラとかはもう隠さずに、まあ、夏だしちょっとカジュアルな感じで軽くベースした上から、まあ、アイシャドウだったらあれでちょっとスモーキーなメイクするとかっていうシーンで使う感じなので、カバー力重視だったらね、シャネルでも他にいろいろファンデーションあるので、他を試した方が多分思った仕上がりになると思います。うん、夏コスメキラキラツヤツヤ多いですよね。シューのファンデ買いましたか？あれ良くないですか？すごい、私もめっちゃ使ってます。今日はねアルマーニのファンデーションなんですけど、そうそうそう、なんかね密着感もいいし、がっつりカバーしてますっていう、こう夏のもう崩れませんみたいなほどでもないね、なんかバランスがすごくいいんですよ。ディオール気になってるんですが、肩押しがゾワゾワします。めっちゃわかります。なんて言うんでしょうね、ちょっとこの多分違うんでしょうね、私がなんていうのかなディオールがイメージしてるのは違うと思うんですけど、木彫りのクマみたいな感じしません？なんか民芸品の彫り跡みたいってすごい思いました。でもすごいみんなが可愛いってなってるから、
あんまり水差すこと言っちゃいけないなと思って。でもディオールは結構こういう変わった型をしだしてきますよね。あとゲランもたまにあのパールのブツブツがついた若干気持ち悪いのとか出したりするので、まあね、美意、もうなんだろう、こうブランドの美意識ってちょっと分かんないなって思いますね。これがいつかありになったりするんでしょうね。ディオールの夏コレはリップ系になってます。そう、ディオールで思い出したんですけど、その私ね、このサンプルをちょっと今回あげるよっていうのにつられてディオールのカウンターに行ってきたんですけど、そういえばなんか最近メイクアップイベントとかなかったんですかみたいに聞いたら、いやちょっと前にあったんですけどねとか言われて、多分それ私があの誘われて断ったやつなんですよね。そしたらなんか次また6月にあって、まだそのイベントの内容は決まってないけど予約はできますよって言われたので、6月にディオールのメイクアップイベントに行ってこようと思います。なのでちょっと今回のこのね、このコレクションとかちょっとスキンケアも気になったんですけど、この辺はじっくり見ようと思ってあのカタログだけもらってきて、気になるのがあったらそのメイクアップイベントで ね別にメイク用品絶対買わなきゃいけないわけじゃないですから、もう一通りメイクしてもらって全然関係ないスキンケアとか買ってもありなので、はい、あのその時に買うよに温存しとこうかなと鼻出てた思います。で今回ねちょっとサンプルいろいろもらってきたので見せたいんですけど、このプレステージのあのバラのピンクのね先行美容液あったじゃないですか、あれのローションが出たんですよ。なのでこのローションのサンプルと、あとカプチュールの化粧水も新しく出てたので、これのサンプルもいただきました。それからこのプレステージのユイルドローズ、前現物使ってて使い切っちゃったんですけど、これもサンプルくれたので、このセットで使ってみようと思います。それからなんかワンエッセンシャルってボトルデザイン変わりました。あのデトックスの先行美容液、これもあの使ってみてくださいっていただいたんですけど、昔こういうあれでしたよね、このシリーズの日焼け止めと同じこうズドンってしたボトルでしたよね。BA さんにボトル変わったんですねって言ったら、ちょっとピンときてない感じだったから、あれ違うものなのかなと思ったんですけど、多分それだと思うんですよね。久しぶりなので使ってみたいと思います。イグニス使ってますか？イグニス使ってます。あの先行、ああ思い出した、そうだから乳液に使うコットンがね切れてたから今日あれ買おうと思ってたけど忘れちゃった使ってますよ。洗顔あのクリーム状の洗顔も前買って持ってるんですよ。それも使ってるし、クレンジングも使ってるし、その先行乳液も今使ってます。696はラメ系で、違う方はパール系って BA さんが言ってましたよ。あれかな、さっきのあれですかね、パレットですかね。696がラメ系で786がパール系。あ、なるほど、質感も違うんだ。さっき質問してくださった方まだ見てるかな、これ質感違うんだそうです。でも確かにそうですね、696のこっちの方がラメっていうのはなんかこうイメージできますよね。こういうあのなんていうのかな、ちょっと太陽の下で映えるような感じのカラーがこうラメでキラキラっとする感じで、こういうモーブカラーとかって言ったらラメよりやっぱパールのツヤ感の方がマッチするので、さすがですねということなので、別物と思って触ってみるといいんじゃないでしょうか。多分2つ買う人もいると思うのであ、こんにちは。白のサボンの香り好きです。そう、白ね、この前ね初めて行ったんですけど、びっくりするぐらい混んでて、サボンのそのディフューザー、あれ嗅ぎたかったんですけど、あんまり嗅げてないんですよね。なんかチラッと嗅いで、まあいい香りだなと思って、なんだろう、洗面台とかに置きたいなと思ったんですけど、じっくり話とか顔好きがなかったので、また香りもね嗅ぎに行きたいです。あ、リオンさんこんにちは。あれコメント欄が出てきちゃった。水分取って、そう、あのねペットボトル隣の部屋から取ってこようと思って忘れちゃったんですよね、今手元に飲み物が。レッカのおすすめのハイライト、変化球欲しいんだったら断然オパールです。オパールが本当あんまりない感じの、こうなんていうのかな、角度によって色が違う系なので、せっかくペッカ買うんだったらあれかなって思うんですが、ちょっと待ってください、すぐ出るとこにあるかな。ちょっとねこの前整理して自分でもまだ場所が分かってない。あ、すごい一発で当てた。これムーンストーンっていうカラーあるんですよ。多分普段ほんと普通に使うハイライトとしてはこっちの方があの肌なじみがいいというか奇抜じゃないので使えると思います。で見せてもあんまり分かんないと、普通に使いやすいハイライトって感じです。こうやって見ると黄色いんですけど、ここにのせるとほら、なんていうのかな、ベースが透明っぽいっていうのかな、ほんとツヤ感だけプラスされる感じなので、このムーンストーンっていうカラーは使いやすいと思います。韓国コスメ、大阪ならコリアンタウンで買えたりしますよ。それはあれですか、コリアンタウン、本当コリアンタウン、コリアンタウンっていうショップじゃなくって、その
町っていうかその区画のことなのかな。あーそっかそっか、天神だとソラリアにクリーマレ、そうそうクリーマレ、あれどこのアパレルのあれでしたっけ、どっかのねアパレルのメーカーがやってる韓国コスメのショップなんですよね。そっかそっか、あそこって何のブランド扱ってましたっけ。なんかね、ザ・セムのコンシーラー置いてたのだけ覚えてるんですよね。なんかあそこの取り扱いのブランドで、クッションファンデいいやつとかあったらぜひシェアしてください。え、ハンズ行ったらペリプリありました。あ、姫路在住です、情報ありがとうございます。すごいハンズとかにも出てきてるんですね。ハンズ普段行かないから全然知らないな。アイシャドウ本当ですか、これあれです、あのマックの練りのアイシャドウがあって、プロロングウェアペイントポットグラ、ペイントポットが品名で、その中のグラウンドワークっていうカラーで、私がいつもアイシャドウベースに使ってるやつなんですけど、今日はリップが結構しっかりしてるので、あの目元はそれ単色で使ってます。あ、こんにちは。あ、コスメ使用の楽しみです、ありがとうございます。今回はね頑張りました。あ、すっくね引き取り行ってきましたよ、カウンター空いてました。なんか昨日発売日も多分そこまで混雑してなかったっぽい反応でしたね。エヌドットのシャンプーとトリートメントもいいですよ、ありがとうございます。あのモカさんかな、さっき質問くれたの、髪ブワーってなるんで、エヌドットのシャンプーとトリートメントいいそうです。オイルとセットだったら髪がストンとまとまるように。なるほど、涙袋が欲しい、私も欲しい。あ、ごめんなさい、コメントがすごいちょっと全然こううまく流れてってなかったですね、いっぱい下の方に溜まってた。ライブ配信今気づいた、全然大丈夫です。ジョーマローンの夏のおすすめはやっぱり私はあれなんですよね、ネロリの香りがすごいおすすめなんですよね、あれはすごい好きで。あ、すいません1時間来たので多分切れちゃいました。すいません1時間超えたから多分ね、バスンと落ちちゃいました、ごめんなさい、予告してたけど時間見てなかったですね。ちょうど多分1時間配信したみたいです、バーンってなった瞬間一人で喋ってました。ごめんなさい、すいませんね、ログの関係だと思います、1時間でちょっと落ちちゃったので普通にこのまま話していきます、すいませんね、ちょっと待って。そう、切れるんですよ、なんか前も一度あってうわーってなってたんですけど、皆さんいろいろ教えてくださってちゃんとねログ分かれて別々に残るはずなので。再びこんにちは、再びありがとうございます、すいません。喋りすぎました、皆さんもう好きに出たり入ったりしてくださいね、私なんか勝手に喋ってるので。Tシャツこれはねすいません、作業着なんですけど、メゾンドリーファーのです、なくなっちゃいますよね、もうすぐリーファー。復活、はい復活しました。びっくりした、そう1時間経つとインスタライブ勝手にこうバーンって切れちゃうんですよ、なのでさっきのはもう慌ててシェアするってやつを押したので多分ログ残ると思うんですよ、なのでログが2本残る感じになると思うんですが、後半編じゃあ行きたいと思います。イブさんの動画見ました、すごくなかったですか。私もあの話した後にイブさん熱また上がって過去のやつをずっと見てたんですよ。はい、皆さん帰ってきてくださってありがとうございます。びっくりさせてすいません、インスタライブは1時間でバーンって落ちちゃいます。そうリーファーね、いつだったっけ、結構前にもう辞めますっていう話は出てるんですよ。でそれがいつ辞めるのかちょっと忘れたんですけど、はい、なくなるそうです。いや、そもそも飲み物取りに行かれた方が、行ってきていいですか、ちょっと隣の部屋なんで、コメントであれいないみたいになってたら飲み物取りに行ったって言ってください。ちょっと取ってきますね。確かペットボトルがあったはずなんですよ。しゃしゃ、ただいまただいまいつもの水、これねアマゾンで箱買いして隣の物置部屋に置いてるんですよ。乾杯。美味しい。カラーバター、これカラーバターですよ、なので毛先抜けたんだったらぜひ使ってみてください。逆にこの色抜いてない部分にはカラーバター入らないのですごい使いやすいですよ。おかえりなさい、ありがとうございます、ただいま。お水取ってきました、お水取っていないしね、いきなり落ちるしですみません、バタバタと。はい、1時間経過したんですけどちょっと後半戦行きたいと思います。皆さんどうですか、なんか令和これやりたいみたいな目標とかあります。言うだけただなんて言っちゃっても大丈夫ですよ。目標とかはねちょっと高めにね設定しておいた方がやりがいがあるので。うん、全然終わりじゃないですよ、まだやりますよ、後半戦です。私はねもうちょっとね、まあ、平成もっていうかここ1年2年ぐらい YouTube やってきましたけど、
ね、もっともっと頑張っていきたいなっていうふうに思ってて、やっぱり令和はもっとね、こう視聴者さんの層を広げるというか、もっともっといろんな人にね、私のチャンネルを見てほしいなっていうのが目標です。そのためにやっぱりよりね、クオリティのいい動画を作っていきたいなと思うし、みんながその私に求めてるのはどういうことかなっていうのに耳をね、傾けていきたいなっていうふうに思っています。ね、カラーバターってシャンプーで落ちますか？2週間ぐらいで落ちるようになってます。普通のトリートメントというか、なんていうのかな、ヘアマスクみたいな感じなんですよ。なのでシャンプーの後に普通に使えるものなので、そのがっつり色を染めるほどは持たないんですけども、でも私は他のそういう系のトリートメントで色を入れるやつの中では一番カラーバターが持つと思います。目標決めて、なるほど、目標決めてしまうと自分が苦しくなるので、ね、目標立てないで現状維持ですね。多分ね、真面目な人なんだと思います。だからその目標に向かって自分がこうなんていうのかな、前進できてないってなった時にすごくしんどくなるんでしょうね。なんかだから、そうそう、なんでもね、やっぱ全てこうするのがいいっていうのはないんですよね。だから目標を作るのがモチベーションになっていい人もいれば、それが重荷になる人であればね、そんな自分で自分を生きづらくする必要はないので、はい、現状維持っていうのもすごくいいことだと思います。やっぱ人間ね、堕落すれば下がっていく一方なので、維持するのもある程度パワーいりますからね。南さん、アンチエイジングいいですね。一緒に頑張りましょう。スタンス好きですわ、ありがとうございます。動画毎日楽しみにしてます、ありがとうございます。ではジムにちゃんと通います、頑張ってください。ジムいいな、私も契約してたらねちゃんと行きたいけど、契約すらしてないっていうね。今年はね、今年はというかね、ちょっと令和は本当にもう平成から持ち越しですけど、運動しないとあれですよね。はい、ちょっとやっぱ体のなんかその基盤になる筋肉はつけないと、本当腰痛とかそういう、こう体にこうダイレクトにガタが来るので、その辺は鍛えていきたいなと思ってます。令和はパリに行きたいです。いいですね。なんだろう、やっぱ外国のこうなんていうかな、環境に身を置くと、自分のなんかこう普段、ね、前も言ったけど、こうだって思ってることとか、そういう概念っていうのはやっぱ国変われば全然違うんだなっていうことをこうちゃんと実感できるので、なんか煮詰まった時ほど遠くに行くっていうのは私はいいと思います。私もあれですね、令和もいろんな国に行きたいなと思います。前向きなところが好きです、ありがとうございます。ね、前向きなこと言ってないとすぐね後ろ向きになっちゃうので。あ、鳥は挨拶だけありがとうございます。後で、はい、ぜひ時間がある時に見てください。令和は猫飼いたいです。へえ、猫飼うのが夢なんですね。いいな、可愛い子と出会えるといいですね。若返り、そう。一緒に頑張りましょう。なんかこう、若返りとかもね、もうなんだろう、夢の話じゃなくなってくるかもしれないですしね。ゴールデンウィークなのにライブありがとうございます。ちょっとね、隙間時間できたので、ちょっと話したくなってやってます。ダイエット、頑張りましょう。結構なんかでもあれですね、そのスタイルアップとか、ジム通いが目標の方もたくさんいらっしゃいますね。あ、ダイエット&声優さんと愛花さんのおかげ、ありがとうございます。うん、現状維持って、でも私全然いい言葉だと思いますよ、本当に。ね、現状維持って聞くと一瞬なんか、なんていうのかな、何にもしてない状態って思うかもしれないけど、今イントネーション変でしたね。何にもしてない状態って受け取るかもしれないけど、そこにとどまるというか、同じ状態でいるっていうことも本当ね、エネルギーを使うので、同じ状態を保てるっていうことも私は十分偉いと思います。こう、今年ものんべんだらりと英語の勉強、語学の勉強っていいですよね。世界が広がる、その旅行の話じゃないですけど、分かりやすくなんかそのね、自分と普段、ね、今まではコミュニケーション取れてなかった人とコミュニケーション取れるわけなので、私はね、なんか今から自分がこの小文字頭で英会話とか始めて英語が喋れるようになるのが早いか、それとももう少し待って、なんかその AI とかそういうのが発達して、例えば、ね、今はちょっと全然使い物にならない Google 翻訳とか同時翻訳とかがすごく発達して、なんか勉強しなくてもどこの言語でも日本語と同じぐらいの感じで使えるようになるのが早いかっていうのを見極めてますって。何にもやってないってね。令和も香水集めます。新しいブランドに手を出したい。そうですね、香水の本当ブランドもすごい様々ありますし、そのブランドによっても、なんていうのかな、調香師さんによってまた香りとかも全然違ったりするので、その香水の背景だったりとか、まあ、その調香師さんがそのブランドに来る背景とかね、いろいろ探っていくと本当に奥が深いので、私はコスメより実は香水の方がその追求すると沼は深いんじゃないかなと思っています。これからの季節のおすすめファンではありますか？そうですね、今は私あれですね、
シュウエムラ使ってて、最近は本当引っ張り出してこのアルマーニを使ってるんですけど、本当の真夏も汗でドロッドロになる時期が来たら、多分去年同様ディオールの、フォーエバーアンダーカバーに戻すと思います。ライカさんの動画はいつも癒されます、ありがとうございます。あ、こんにちは。運動して体作りと心穏やかに、そう、心穏やかに過ごすっていう目標も結構そのインスタの、私がどん令和はどんな目標を立てましたかっていうのに書いてくださる方が多くて、でも心の平穏って割とこう基盤だと思いません？だからすごいいい目標だなと思って、やっぱり自分がなんかこうね、なんていうのかな、切羽詰まってたりとか落ち込んでたりとか、イライラしてたりするとね、同じ出来事でもやっぱ見え方が変わってくるので、まあね、物事をちゃんと冷静な目で見て、こうちゃんとしっかり楽しんでねっていうことをするためには、すごく大事なことなんじゃないかなと思います。はい、やっぱ大人な人っていうか素敵だなと思う人って、その心のテンションが一定な人が多いんですよね。なんか私がいいなと思う人とかって、だからあんまりこう変に驚きすぎたりとか、変に怒りすぎたりとか、熱くなりすぎたりしないっていうか、結構その感情面でフラットな人っていうのは大人だなって思います。へえ、あ、ウェディングフォト、へえ、国内なら沖縄、海がすごい多分綺麗なとこで撮るんでしょうね。なんかすごくドレスとかが映えそうですよね。南さん、この前購入された拭き取り洗顔、あ、そうそう、あのインフィオレのやつですね。あれね、いいですよ。すごいスッキリ感あるけど、アルコール入ってなくって、ただ香りがちょっとこう、なんていうのかな、オーガニックコスメ特有の香りというか、ちょっと植物っぽい香りがするんですよね。なのでハーブっぽい香りが苦手じゃなければ、あれポンプですごく使いやすいです。ただ目周りはあんまりコットンにひたひたに取ったやつジュワッてやっちゃうと目に入って痛いので、ちょっと控えめに取って拭き取るようにした方がいいかなと思います。でも爽快感あるから、なんか夏とかだったら顔だけじゃなくて、こう首とかこのね、この辺とか蒸れるじゃないですか、夏とか。だからこの辺とか拭いたら、お風呂前にちょっとスッキリすることができるかなと思ってます。あれ1本3500円とかなので、割と何ていうのかな、あの界隈のブランドの中では価格設定もいい感じだなと思います。令和は食生活にも気をつけていきたいです。食生活もね、体作ってますから大事ですよね。確かに確かに。メイクはね、練習したら本当なんとでもなりますよ。私ももういい、もうかなりいい大人になってからメイク始めたので、でしかもほらメイクってやっぱ1日1回はできることなので、まあそれをなんていうのかな、まあ自分がちょっと気になったメイク方法とか気になったアイテムとかで毎日ちょっとずつ改善していけば全然できるようになると思います。大丈夫です。嵐の応援、あ、でもなんかこう追っかけとか自分が熱中できるものがあるのはいいですよね。チャンスかミスディオール、あ、でもチャンスとミスディオールってポジション的に似てますよね。どうだろう、私はミスディオールかなと思います。チャンスもでもいろんな香り出てますからね、ちょっとこう柑橘寄りにしたいとか、まあ、気分で選べるのはいいかなと思います。ミスディオールはどちらかというとこうブルーミングブーケとかトワレとかパールファンとかいろいろあるけど、そこまでなんか私あんまりこう、あ、これ確かに今までのミスディオールと違うなっていうほど違いを感じないんですよね。一個だけ、まあ確かにちょっと香り違うなって感じたやつは、割とバニラが強く香るような甘い香りだったので、これから使う香りで幅広く選ぶんであれば、チャンスのシリーズの方が選びやすいかもしれないんですが、個人的にはミスディオールの方がつけることは多いかなと思います。わあ、愛花さんの香水レビュー動画が一番好きです、ありがとうございます。香水レビューね、本当なんだろう、私あんまりその動画撮るのに、ね、3時間も4時間もかけたりはしないんですが、結構香水は本当なんていうのかな、下準備が大事で、メイクとかはやっぱ練習って言ってもね、何回か使ったらこの色はこう使った方がいいなとか分かるから、まあある程度の回数練習すれば取れるんですけど、まあ、香水はね、伝えたいことの言葉が分からないとレビューができないので、その辺でこう発売してすぐのね、こうレビューの動画を上げることができないっていう難点はあるんですけど、なんかその拙い言葉でレビューしてきた割に、割と皆さんね、良かったって言ってくださるので、ちょっと時間はかかるんですが、香水レビューはね、令和も続けてやっていこうと思っています。あ、シュのファンで香力はめっちゃあります。でツヤ感はそこまでないです。なので
なんかね、ほんと今っぽい仕上がり、ツヤツヤしすぎないし、そのマットすぎないしで、カバー力はほどよくあるけど、その見た感じその厚ぼったかったりもないし、すごい伸びもいいし、あのファンで塗った後、タッチアップしてもらった時とかサンプル使った後でもいいので、こうやって肌触ってみてください。かなりしっとりしてると思います。あの感じはね、びっくりしました。あそこまでこの肌に密着してくれてる感があるファンデなのに、触ってここまでしっとりするんだなっていう感動は今でも覚えてます。ジョーマロン買いました。岩田屋のジョーマロンのお兄さん面白かったです。私あの男性スタッフにね、直接接客してもらったことはないんですけど、クリスマスの時の限定かなんかを電話で予約するときあの人だったんですよ、対応してくれたのが。ただなんかね、普通に日本語なんですけど、言い回しとかすごい変わってて、電話越しに笑いが止まらなかったことだけは覚えています。なんかあれなんですよね、ちょっと機会があれば接客してもらいたいなと思いながら、でも楽しくお買い物できてみたみたいで、はい、よかったです。今年買ってみたいコスメブランドはどこですか？そうですね、まあアンプリチュードが身近に来たのでね、あれは使ってみたいなと思いますね。あと意外とあのブランド、セルボーグは使ったことありますかとか、感想聞きたいですっていうコメントをいただくことが多いので、セルボーグもね、今まではコスメキッチンでちょろっと扱ってたのがカウンターが入ったので、まあタイミング見て使ってみてもいいかなと思ってます。夏のアンダーカバー大好きです。今年はクリオのリキッドを使う予定。そう、クリオのリキッド、そうそう、私クリオのねアイテム割と今気になってるんですよね。さっきライブごめんなさい、そうそう1時間でね途切れちゃったんですね、ごめんなさい。この夏のおすすめのジョーマロン、そうそう、だから私はやっぱネロリかなと思うんですけど、ちょっとね限定の、よいしょ、香りで取れるかな、ちょっとこれ夏にはどうかなと思うんですけど、私がいつもというか最近推してるこのラベンダー&コリアンダー、これですね。これはね、真夏はちょっと、真夏とあと湿度上がる梅雨はどうなるか分かんないんですけど、今一番使ってるのはこれですね。で意外とねこれがもうちょっと暑くなってから全然使えるんじゃないかなと思ってます。この前の、シルクブロッサムですね。このシリーズ、黄色いやつは結構南国の花なのでもちろん夏使えるんですけど、あとグリーンもすっきりしてますし、でこれはね本当にこう可愛らしい、よくある感じのフローラルの香りで、まあそこまでひねりはなく感じるかもしれないんですが、このシリーズは夏使おうと思ってます。で多分ねそこまでなんかどうだろう、完売してるのかな、意外と探したらあるんじゃないかなと思うんですよね。このラインおすすめです。スキンケア成分の高いファンデ教えてください。あれですかね、ゲランのこの前のあの丸いリキッドのやつ、あれは美容液成分めっちゃ入ってます。かなりしっとりします。なので真夏にちょっと持ちの面でどうなるか分かんないんですが、ゲランは公式的にはあのロングラスティングのファンデーションだっていうふうには言ってますね。これからヘアスタイルの予定は伸ばしますか？伸ばします。もうちょっと頑張って伸ばしますね。で前髪は切って失敗したのでまた伸ばしちゃうんです。リアルタイム初めてありがとうございます。アルビオンのスキコンは使われたことありますか？あります。一時期ね本当アルビオン のスキンケアにドハマりしてて、もちろんスキコンもね買ってたんですけど、私ねちょっとあれはね肌に合わないんですよね。赤くなっちゃうというか、結構あのハト向き系の化粧水が合わないっていうことは自分でも分かって、ハト向き系だからそういうスキコンもそうですし、あとはねあの香精とか石器精とかあの辺りのちょっとこう夏に鎮静させてくれるよっていう売りの化粧水が合わないので、はい、スキコンはそうですねもう長らく使ってないです。多分この時期とかになるとあのビッグボトルみたいなの出ますよね、なんかいろいろついたやつとか。あーシャネルのあパレット迷われてるんですね。いやあれでもそこまでトレンド感強すぎないので、多分今買っても割となんだろうシーズンレスで使えると思いますね。で全体的にその系統が整ってるというか、まあね、パッと見ブラウンというかベージュみたいな感じのパレットなので、もちろんあれだけで、メイクしてもいいんですけど、あの他の色とね合わせたりとか、そのメインで使うなんかちょっとポップなカラーだけよそから持ってきてあのパレットと組み合わせて使うとかっていうこともできるので、まあ、持ってたらすごい便利なパレットだと思いますよとかってね、ちょっと背中を押しています。あ、リオンさんお帰りなさい。スックの定番アイシャドウ好きなの？あ、ありますよ。ね、ちょっと待って、品番を間違ったらいけないから、多分03だったと思うんですけどね、違うかな、ね、多分0102がかなり定番なんですよ。あ、出ますね、03番ベニービエ
ベニミヤビっていう色があって、これがねちょっとオレンジっぽい色が入ってるんですよ。で、なんていうのかな、パッと見はブラウン系なんですけど0102に比べるとちょっとひねりがある感じがして、私は03番すごく好きです。でも、なんかプレ昔ねプレゼント企画とかするときに、初めてスックのアイシャドウパレット使う人にどの色勧めたらいいですかとかって店員さんに聞いたときは01をやっぱ勧められたんですよね。01の方はほんともっとこう無難な感じというか、ちょっとなんかルナソルのブラウンパレットみたいな感じなんですよ。多分08も割と使いやすい感じなのかな。08の方はちょっとクールめで、01がピンク味がある感じで、02が少しこうなんていうか、パープルになるのかな、締め色ねって感じなんですけど、03はねちょっと締め色がカーキっぽくってメインカラーもオレンジ寄りなんですよ。なのでパッと見オレンジだけじゃ、パッと見ブラウンなんだけどちょっとひねりがあるパレットっていう感じなので03推しかなと思います。これがね冬とかだと06とかも綺麗なんですよ。パープルが入ってて、かなり目元に深みが出てくれるので、秋冬だったら06推しかなと思います。まだやってた、やったやってます。私も令和は体を鍛え直します。いいですね。なんかこう結構こうボディメイキングされて、こうお尻の位置が上がったよとかね、インスタに上げてる方よくいらっしゃいますけど、なんかああいう感じで体改造できたら、なんていうのかな、目に見えて結果がわかるから楽しいですよね。あ、香水動画好き、ありがとうございます。アクアアレゴリア2本買いました。いいですね。なんかアクアアレゴリアは、他のブランドのコロンとかに比べると全然持続力はあるんですけど、ゲラの香水の中ではまだこう1日の中でも何回かこう気分変えるのにシュッシュッシュッできる感じなので、はい、いいと思います。タッチアップの時になりたいイメージはどのように伝えますか？タッチアップの時は私自分のイメージで やってもらうと自分のメイクになっちゃうので、もうその日の私のメイクのことは完全に無視して、私に似合うメイクをしてくださいってオーダーすることが多いです。そうすると自分が普段全然使わない色のアイシャドウとか持ってこられたりして、 その時って思っても一応やってもらうんですよ。そうすると思ったのと違う結果が出てすごく面白いですね。だからそれだったら、ほら最初にやっぱ似合わない、なんていうのかな、今の私と全然違う感じでやってほしいんですって言っておけば、ほら万が一ね、これやっぱり違うなって思っても、あ、ちょっとやっぱ使いこなす自信がないんでちょっと考えますというのも言いやすいですし、いいと思いますよ。面白いです。ゲラのココナッツのやつね、あれ、6月なのでもうちょっとなのでね、テスターも出ると思うのでぜひ嗅いでみてください。そう、ラベンダー&コリアンダーはね限定なんですよ。過去にハーブコレクションみたいなグリーンのボトルで出たやつで、今はもうなんか世界中のその店舗の 限定店舗でしか発売されてないやつらしいんですが、このブロッサムズのコレクションも過去のアーカイブからこうやって出たりとかしてるので、もしかしたら今後何かの限定コレクションの時に復刻する可能性は十分あるんじゃないかなと思ってるので、万が一ね出た時は私が多分またこれ出たって言うと思うので、チェックしてみていただけたらなと思います。なんかね、ラベンダーっていうと、すごい安らぎって感じするし、コリアンダーっていうとコロンに入れていいのって感じがするんですが、全然思ったのと違う香りがしてね、面白いです。あ、初めてスックの限定パレット買いました。今回のやつかな。すごい、スックの限定ね、ちょっと競争率激しいので無事買えてよかったです。あ、スックの03番、はい、ぜひ見に行ってください大丈夫です、喉詰まったわけじゃないですよ。今日のチークはローラメルシエのローズですね。視聴者さんがプレゼントしてくださったものです。こんな感じ可愛いですよね。ありがとうございます。あ、ジバンシーのスニーカーどんなコーディネートしますか？今日もね、してた、履いてたんですけど見えるかな、今日黒の旅行の時にも履いてた中路のスカートにこの T シャツで、スカートがロングなので私背がちっちゃいので T シャツはもうインしてるんですよね。で、朝ちょっと寒かったのでこれにこのブラックのライダース羽織って全身真っ黒にしてたんですよね。で、これでジバンシーのスリッポンだけベルトのとこが赤色なので差し色で赤にしてました。そんな感じかな。なんか黒のスキニーとかにも合うと思うんですけどね。ゴリゴリマッサージ中いいですねこれコリをほぐしてください。香水をつける時のコツは、そうですね、もしその拡散力がなんか強い香水を使いたくって、周りにこうね香りが広がりすぎないかなって気になるのであれば、あんまりこの手首とかこう上の位置につけずに、ウエストのくびれとかちょっとね下ら辺につけるといいと思います。だと直接ね、その手首だったらこうね、今の時期とかだとそのままこうふわって香っちゃうので、
割とそうですね、くびれとかはいいって言いますね。まあ、そういうとこからちょっとずつつけてみるといいんじゃないでしょうか。あとはなんかこう、なんだろう、胸元につけるっていうのもたまに香水の本とか見てると思ってますね。お洋服かわいい、めっちゃ好み、ありがとうございます。あ、アクアアレゴリアのココナッツありました。あ、そっかそっか、国によって多分発売のタイミングが違うからもう出てるとこは出てるかもしれないですね。あ、愛香さんのおかげで毎日スックシワリメイクになりました。すごい、スックドハマりですね。ありがとうございます。途中でうたたりしてました。あ、全然いいですよ。そんなにものすごい、なんだろう、聞き逃したらいけないようなこととか言ってないので。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日ももう長くは喋れましたね。1時間半ぐらい今日配信してたんですけど、皆さんね、ゴールデンウィークの半ばに本当、ね、ありがとうございます。時間割いていただいて。あ、スキンケアな、頑張ってくださいね。はい、そんな感じで、まあ私はね、このログをちょっとパソコンにバーンって入れて、ちょっと土曜日に上げれるかちょっと分かんないんですけど、軽く編集だけして、家族も待ってるので帰ろうかなと思うんですけど、はい、皆さん、いろいろとね、お話聞かせてくれてありがとうございます。楽しかった、あ、よかったよかった、ありがとうございます。まだね、ゴールデンウィークもだいぶね、残りありますもんね。今日だって2日ですね、3、4、5、6ね、あるので、残りも楽しんでください。お仕事の方もいらっしゃると、いらっしゃると思うんですけども、充実した日々を過ごしていただけたらと思います。はい、というわけで今日は令和初のね、生配信ということで、結構ゲリラ的な感じでやってみたんですけども、思ったよりたくさんの方来ていただいて本当に楽しかったです。ありがとうございます。ゴールデンウィーク中も平日は普通に動画ね上がってますので、皆さんお時間ある時に見ていただけたらと思います。で、今日の動画も、後日ログで上がりますので、途中でね、まあ寝ちゃったとか落ちちゃったとかね、仕事行ってたっていう方もそちらのログ見ていただけたらと思いますので、YouTube ね、チャンネル登録まだっていう方はぜひ登録もよろしくお願いします。励みになりますので、ありがとうございました。はい、家族サービス頑張っていきます。じゃあ皆さん、午後からもいい一日をお過ごしください。また次の配信でお会いしましょう。愛香でした。バイバーイ、またねー。